清水翔平は、日本の政治家、東京都立川市長、立川市議会議員、立川市収入役、東京都市収入役会長を務めた。東京都出身。立川市立西砂小学校、立川市立砂川中学校、東京都立武蔵高等学校、日本大学法学部法律学科卒業。1969年4月。 多摩中央信用金庫に就職。その後、退職し、1972年1月、家業の公衆浴場経営にあたる。1982年6月、立川市議会議員選挙に自民党公認で出馬し、当選。以後、同志議を3期務める。1991年12月、立川市の収入役に就任。以後、同志収入役を3期務める。 2003年8月31日執行の立川市長選挙に無所属で出馬するも現職の青木久氏に2274票差で敗れ落選。2007年9月2日執行の立川市長選挙に自民党の推薦を得て無所属で出馬し初当選。投票率は42.86%。2011年9月4日執行の立川市長選挙において再選。 投票率は三十四点六二パーセント。二千十五年八月九日執行の立川市長選挙において参戦。投票率は二二十九点零パーセント。二千十九年九月一日執行の立川市長選挙に自民党、公明党の推薦を得て立候補。対立候補は立憲民主党、国民民主党、日本共産党、社民党。 生活者ネットワークの支持を受けた元都議の堺大使。投開票の結果、257票差の僅差で堺を破り4戦。投票率は34.74%。ありがとうございます。